動脈壁の概念図。動脈壁は外膜、中膜、内膜の三つからなる動脈とは、動物の血管系において、心臓から押し出される血液の流れる血管のことで、ある。反対に、心臓へ流れ込む血液の流れる血管は、静脈と呼ばれる。動物の体液は、ある程度以上体の大きいものでは、強制的に循環させる必要がある。その循環のために、 ポンプの役割をする器官があり、これが心臓である。心臓が押し出した血液の流れる管が動脈である。動脈は、その高い圧力に耐えるため、例えば脊椎動物では、外膜、中膜、内膜の酸素からなる丈夫な構造を持つ。また、柔軟性に富むため心臓の収縮時と拡張時の血圧の差を吸収できるようになっている。動脈は、 各組織へ血液を配分するために分岐していくが、分岐した枝同士が合流していることもある。これを分合と言い,い、一方の血流が不十分でも組織が拒絶に陥ることを避けられる。逆に、分合のない動脈の支配領域はそれだけ拒絶のリスクが高いと言える。一般的に大動脈を通じて全身へ送り出される血液は酸素に富んだ動脈血である。 肺で酸素化を受けて心臓に戻ってくる血液は肺静脈を流れていても動脈血である点に注意を要する。動脈の柔軟性が失われた状態が動脈硬化でこの状態では心臓の駆出力を十分に吸収できず高血圧の原因になったりする。また動脈硬化に伴い血管内腔が狭くなることで拒血の原因にもなる。動脈は 壁が丈夫かつ内部の血液には高い圧力がかかっているため生きた動物を解剖するとその段階で動脈血は出てしまうがそれでも壁は潰れないので空気が入るそのため血液の循環が発見されるまでは動脈は気体を送っていると考えられこの気体が正規であると考えられたことがあったありがとうございます